2018年1月の3日、14時14分です。なんか今サーバーが落ちちゃいましたね。すいません。何だったんだろう。ネットが勝手にバツって切れちゃいました。いや、わかんない。なんで切れたのか。原因不明っすね。ネットがバツって切れた。一時的に。多分、プロバイダーとかの問題だと思うんだけど。見れてます？映像と音声来てます？何だったんだろう。たまにあるんだよな。見れてる？ OK、サンキュー。飛んでない。了解です。そうそう、左の使うようになると芸術的な脳みそが開眼するんだって。だからそこから急激に絵が上手くなったって言ってた。いや、俺もね、はかりいらないって言っちゃったの。俺にははかりなんていらないって言ったんだけど、もう次の日の作業ではかり必要だったわ。かっこつけてね、そうだよねって、和藤君ははかりなんていらないよねって、物差しではかる男じゃないよねっつって、はかり断って、もうその日の作業ではかりがないと作業できないっていう。 そうコストのね、計算で。あ、でもその計算式はX さんができるから、グラム測って、この前、あ、このこれだと原価これくらいって言ってた。はい、ヤナラッキーいらっしゃい、こんにちは。それはキャスト屋さんに頼むときに値段が変わるってこと？おい、遠距さん、どうもどうも。比重計算？よくわかんねえな、比重計算。いいね。あ、そうなの。美味しいよね。測りって重さを測るやつ？それともこういうやつ？こうやって目盛りで測るやつ？どっちの測り？
両方ともあるでしょ、多分スタジオに。重さを測るやつあった、あった。重さを測る方もなんか軽量、測量する方もあったね。うん、いや、電子工学部どころか中卒ですけど、僕。重さ測る測る。そうでしょ、シルバーの重さが計算できないと原価が分かんないでしょ。使わない派なんだ。お疲れ、Pさん。危ねえ、よく気づいたな。感覚でってことね。デジタルだったね。あれで 0.03 ミリが誤差らしいよ。自分のそのイメージの中で 0.03 ミリを計算しながら作ってるって言ってた。ああ、普通のじゃあ定規みたいなやつだ。のメモリが細かいやつだ。ほうほう。どんなどんなあるか楽しみだね。楽しみっていうかもう早く完成させたいもん。なんかとても仏像掘ってるみたいな気分、うん、あとシルバーアクセサリーとか指輪とか芸術なんだっていうのに気がついたね。こう小さな芸術っていうか、なんて言うんだろう、細かいよのんちゃんキャドか、うん、それが X さんのこだわりなんでしょう。職人の技術っていうか武器なんだよ。うん、何個も何個もさ、うん、絵で描いてさ、うん、それから作るからさ、うん、完成がさ、うん、見えるとかさ、うん、人に伝えられるよね、うん、あのね X さんもあの絵描けないんだって、 S さん、うん、で絵見たけど下手なのやっぱり、うん、で俺も絵描けないじゃん、うん、だからその結構感覚がすぐ分かってもらえて嬉しい、うん、俺がこうこうこうって言うと、ああこう
こうねこうねみたいな、なんか頭の会話ってあるじゃん、あれができる人だからすげえ助かる。言葉じゃやっぱ難しいんだよね、その感覚、あれみたいな感じでしょ、そうそうすみたいな。そう、絵描ける人いいよね、落書き程度なんだ。わお、のんちゃん花火ありがとう、わお、ありがとう、あんまり無理しないでね、のんちゃんね、ありがとうね、よいしょ、ありがとう、お年玉いただきました。自分すら分かんなくな、じゃあ一服させていただこう。そう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 、あ、そうだよね、ものづくりってそうだよね。あと俺が今多分その初心者だからなんだろうけど、うん、ありがとうのんちゃん、どんちきどんちき、あのね、なんつうんだろうな、これができてくるじゃん、そうすると次作りたいのが変わるの、なんかプラスアルファの要素が出てくるの、なんかあれこれこうなったら面白くねみたいな、だからそれが止まらなくなって、なんか初期の構想からだいぶずれてきてるから、それが面白い、うん、初期の構想がだいぶ変わってきてる、このパーツ一つでもだいぶその違うっていうか、そう、でもだんだん完成図は見えてきたかな、完成図は見えてきた。のんちゃんほうきある、ほうきどこ行った、あのほうきってどこで買ったの、のんちゃん、すげえすげえ便利なんだけど、それもう一個欲しい、いや知らんけど、見当たらない、形にしてえな、ハンディクリーね、便利だよね、うん、そう欲しいんだよね、ハンディクリーナーね、見つかんない、もういいや、3月ぐらいで売り切れそうっすね、そうっすね、本太郎さんいらっしゃい、おめでとうございます、今年もよろしくお願いします、一緒にいい年にしましょう、3月ぐらいに売り切れたらまあ余裕が出るかなっていう、あ、そうなの、俺もっていうか、うん、どこかは言えないよね、ちょっと知りたいけど DM で教えてよ、 DM からいいんで、うん、あ、まあね、まあ、それが正しい判断だ、死ぬほど書かされるんだ、まあ海外とかそうだよね、よいしょ、
言いたくならないの。ほら俺らは自己顕示欲強いから生主やってるわけじゃん。だから言いたいから表現をしてるわけじゃん。言いたくならない、これ俺が作ったんだよとか。言うか言わないか別よ。そういう欲求ってないの。俺はもう言いたいから、言いたいな、言いたい、言うのが仕事だし。ないんだ。まあ俺の方が狂ってんだろうな、こんなペラペラ自己満ばっかりしたいっていうのが。自分の名前の残せない仕事とかもう嫌だってなるもん。自己顕示欲の塊。俺の権利物ならもちろん言いたい。権利って難しいよな。あーでも全然違うな、いいな、全然違うわ、いいね、こっちで正解だったな。これもいいか。あ、なるほどなるほど。NG なかった。184だね。184。NG あるよ。184。トイレ行ってくるわ。
え？あった？ありがとう。あのね、メモ帳っていうかね、それはね、俺らもうデジタルでやってるから、もうね、あのスマホに全部やってる。写真撮ったりとか音声メモみたいなので、もうデジタル化しちゃってるね。メモ帳渡されたのよ。全く同じことで X さんに言われたんだけど、むしろ俺らはあの毎日放送やってるし、だからアーカイブは常に残せるんだよ。記録残すのはそれが仕事みたいな感じだから、これもそうなんだよね。まさにここでどんな作業をしたっていうのをメモみたいなもんなんだよ俺にとって。そこはなんか普通の人と違う感覚かもしれない、うん、放送で喋っちゃえば YouTube 乗っかるから。だから逆にその喋っちゃいけないことの方が多いぐらい、そのこれは話していい話、これは話せない、話せる話とか、切り替えがすごい難しい頭の中で。追加発注なしですね。完全なしです。こっち側に関してはなしです。もうここにあるだけです。これに関しては追加発注ないです。あのこれ自体の権利を僕が持ってないんで。オレンジのボタン、オレンジのボタン、これ USB のハブ、これランプがついてる、これ、うん、これをパチッと押すと、あのこれがマウス、音、キーボードって、あのうん USB のハブのスイッチだねこれは。あのあれだよ、あれどこやった、え、パーツがない、え、どこ行った、あれどこやった、うわ落っことしてる。どういうこと？これはね、あの俺の権利じゃなくて捨て頃の権利だから、あのイラストレーターさんもいるし、俺が個人的にね発注したもんじゃないから、本当はやりたいんだけど、だからこの160あと7枚限定なんで、もしよかったら応援してくれる人ステッカー買ってください、お願いします。これは僕に権利がないんですよ。この捨て頃2は200枚しかない世の中に。もしよかったらまだ在庫あるから買って。各選手が200枚ずつ渡されてる。あ、揉めるよ、揉める。っていうのも、あの配信者が悪いところがあって、そのなんつうの、配信者も配信者で、そのなんつうの、お金を払わなかったりとか、あとなんだろう、あとどんな揉め方あるかな、金と、あと盗作だよね。イラストレーターさんの問題があるところが、そのなんかのイメージを盗作とかで、で揉めることが多いかな、金と。でもほら、配信者ってもともと金を持ってないから、一さんとか支援者がそのそこで儲けようっていう考えで近づいてきたらダメなんだよね。そもそも土底辺なわけだから
だから大体ね、その組み方が間違えてるんだよね。そう。配信者から金かすめ取っても何にもなんない。みんなど貧乏だよ、本当に。金持ってる配信者なんか一部だから、本当に。ごく一部。ああ、そういうことなんだ。なるほど。なるほど、なるほど。そういうことか。だからね、難しいよ。権利を譲渡するとかね。でもほら、配信者ってさ、グッズにする、もうプラス映像もキャプったりするわけじゃん。俺は一応許可もらってるんだけど、こういうのだよとか、これで普通大手企業とかだったらアウトなはずなんだよ。だからね、やっぱね、その難しいよ。ワックスどれくらいだろう？ 20% も進んでないですかね。だいたい捨て頃の、まあ、6月までに製品化できてたらいいなっていうぐらいのペースで考えてますね。20%もいってねえんじゃないかな、ワックスだけの作業で。多分。ゆっくりゆっくり地道に作ってますね。いや、俺はね、だからね、本来そういう風にやりたいの。本当は。でも、このステッカーあれだよ。S さんの名前入ってるよ。イラストレーターさんの名前入ってるから。小さくだけど。本来はそうやってやるべきなんだよ。共同制作みたいな形で。そしたらさ、S さんも絵の仕事の依頼この人にお願いしようってさ、来るかもしれないじゃん。配信者は宣伝には向いてるから、多くの人に見てもらうから、大手さんだってさ。だからね、そういう名前の売り方をしてさ、自分のところに客引っ張って金稼ぐっていうのはありだと思うけど、配信者から直接ね、そのシールの売り上げの権利がどうのこうのとか、そういうのはね、そもそもなんつうの、やるべきじゃないっつうか。大体そこで揉めるんだよね。配信者も食っていくのに必死だからね。俺はそこはだから、まあ配信者ビジネス下手だなとは思ってるけど。不可能だね。要は通報入ったり叩かれたりするから。そう。だからね、ネット文化の悪いところなんだよ。完全に。そう。名前が出ることによって、何？被害が出る可能性の方が高いから。だから、俺はだから捨て頃みたいなものが今まで出なかったと思うんだけど、便所さんがそこに風穴開けたから、ゆっくりだけど変わっていくと思うよ。結構捨て頃に関しては、おっきい、ところからオファーも来てるの知ってるから、俺は結構でかいところからスポンサーになりたいっていう。で、便所さんがすごい頑張って調整してるから。そう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 、名前売ったりとかね。難しいよ。まあ力だよな。圧倒的にその数が集まるっていう風に変わっていけば、結局そんなもんはどうにでもなっていくと思うから。
名前を貸すね。うん、いや、うまくやったら本当はあれだよ、広告効果あるんだよ。実際それは俺らは分かってるもん。例えばこれバッグ買ったんだよねっつってさ、少ないかもしれないけど100人見てるね、普段100人見てる中で 4,5 人買ってるのよ。アフィリみたいにね、これが1000人1万人って見てる人がいたら、やっぱその広告はね、5000円ぐらい払ってちょっとこのレビューやってよっていうのニーズあるんだよ。だから YouTuber とかさ、100万再生10万再生になるともう余裕でお願いしますの言うじゃん。俺ね、直樹兄さんっていう人と戦う。直樹兄さん、そうそう、いやだからね、規模がまだ小さすぎるんだよ。だから捨て頃クラスになってやっとほら30万再生でしょ、たった1日で。で30万人が見たわけだから、やっぱりその企業とか食いつくよね。ツイキャスの直樹兄さん、そうそうそう、もともとニコ生の人だけど、直樹兄さんは今ツイキャスの人だね。そうだよ、いやもう数字が取れたら動くでしょ、単純に採算が合えばいいだけだから。逆にシンプルだと思う、企業側の考えっていうのは。いや勝つよ、のんちゃん KO 勝ちするからね、頑張るよ。ねえ。え、もうチケット取れた？そっか、言ってたもんね。ねえ。楽しみにしてるから。のんちゃん、捨て頃取った？もうなんか予約、あの、受付立ってよ。便所さん。VIP 席とスポンサー席は満席になっちゃったんだ。最前列は取れないんだね。まあ相変わらず満席だろうな。なんだかんで言って満席だよ。2はうまくいかないとか言ってる人いるけど、便所さん商売うまいもん。早めに取った方がいいんじゃん、うん、
E プラスもやると思うけど、またすぐあれでしょう、取られちゃうでしょう。まあ、チケットはこれからでしょ。まだ予約でしょ。まだ多分その発行してないはずだよ。予約予約。だから便所さんが予約完了ですっていうのが取れたらもう送られてくるよ。お金振り込んだら。じっと見ちゃう。じーって。
惨めな32歳だな。そう。そう。惨めな32歳だなって言われてさ、まあまあ人それぞれだと思うからね。ラングマンさんかな、ラングマンさんがそう思ったらそうですかとしか言えないからさ、うん、そうですかおおんっていう、うん、別にね惨めじゃねえよって言ってもしょうがないからね、うん、まあ人それぞれあるでしょ、人の考え方を俺は強制するつもりもないし、好きに見てください。いやそうでしょ惨めだなって言われて、あはいっていう、そうですかっていう、うんうんうん、そうそう、人は人だから、なんかすいませんうん、人の感想は変えられないでしょ。いや今佐野さんは入ってない。佐野さんだったら、おい誰が惨めだよ、おいおいちゃんはよ、おいすげえんだぞお前、月収お前250万だぞこの野郎、おいゲルゲーってこんな感じになるバトルが始まる、うん、似てる？おいちゃんは戦うスタイルだから、見えない何かと常に戦ってるからね。
じかな。あ、億万長者 M さんありがとうございます。いや別に僕物知りではないですよ。学歴も中卒ですし、なんか別になんか変なことを言ってないと思うんですけど、いろいろなこと知ってるかな。何も知らなくて好奇心が旺盛なだけじゃないですか。物は知らない方だと思いますよ僕。普通の人よりも一般教養ないし。ただこうじゃないのって冷静に考えてとか、そう思ったことを言ってるだけですね。え、これってこういう法律じゃなかったっけとか、なんか人よりも物を知ってるとはあんまり思わないかな自分では。自分が知ってることを生主って話すじゃないですか。自分が好きなこととか。だから物知りに見えちゃうんだよ。関心のあること喋ってるだけだから。そういうのがあるんだと思うけど。本当に物を知ってる人は何かやってると思う。なんかでもトリビアみたいなのは好きかもしれないですね。人がへーっていう話が好きかもしれない。おいボンマスさんいらっしゃい。ワード謙遜ぶり、洞察力、分析力の鋭さ、いつも ありがとうございます。なんか嬉しいですね。なんかそう言っていたら照れくさいです。でも本当になんかこれ島田紳助さんが言ってたんだけど、タレントとか生主とかが情報を話す時にはコツがあるっていうことを言ってて、普通の物知りな人、例えば野球オタクの人とか野球の解説者ってプロで話するんなら野球の全部を知ってないといけないんですよ。
質問が来たら全部答えられるぐらいの知識量が必要なんだけど、島田紳助とか芸人さんが得意とする話術っていうのは、野球選手の中でも90年代のセリーグのライオンズのこの人について異常に知ってるみたいな、そうすごいコアな人を一人絞って徹底的に覚えるみたいな。でそうすると、例えばね、何々っていう何年代の何々さんは何々が好物で、でこれを食べてた時は打率がいいんだよみたいな話をすると、一般の人はへーっていうし、そうプロの人もよく知ってるねっていう誤解が生まれるんですよ。一個のことを話すだけで、そのコアなところを重点的に知るだけで全部をうならせることができるっていう、うん、ま、え？神流の研究見てるね、うん、そうそうそう。だから俺らは多分そういうのを使うのがうまいんじゃないかな、潜在的に。だから普通の人の教養とか学問的な部分っていうのは欠けてるんだけど、人が関心を持つ一ポイントを知ってるから、だからそこを話すだけでへーみたいにさせることができるっていう か、 だから要はハッタリだよねそういうのはうまいんじゃないの俺らは、今の時代って調べたら何でも答えが出てくる時代なんで、ネットに載ってないような考え方であったりとか思想を持ってる人が強いんじゃない、テンプレートの答えを出さない人の方がなんか面白い話ができるんじゃないかなっていうふうに思ってる。ググらない人とか調べない人、偏った生き方してる人がこうフューチャーされやすいんじゃないかなって。ある意味バカっていうか、バカなんだけど説得力がある人っていうか、その考え方はなかったわみたいなことを言わせることができる人がなんかこう貴重になってくるんじゃないかな。クレイジージャーニーすごいいい番組だね、本当に。だからそういう人にスポット当てようみたいなさ、あれは久々の当たり番組だよね、テレビ業界で。クレイジージャーニーはもう出た時からこの番組やばいと思ってた。すげえ面白い。千日解放業とかすげえ面白かったもんな。あとコーヒーの豆とか。あんまりスラム街シリーズあんま好きじゃないんだよね。見てねえわ、最近見てねえな、クレイジージャーニー。あれいい番組だよね。近
ターノの K さんとかね。TOKIO とタッキーはガチ。え？何の？チケット。おお。今回何席で見んの？分かんない。あ。空いてたら。うん。SR。いい席取るね。プリコさん、明けましておめでとう。今年もよろしくお願いします。いい年にしましょう。あ、フォローありがとうございます。
といえば前の方が。前の方が面白い、うん、熱狂的な人ほど前の方にいるよね、うんうん、やっぱ声援前の方から飛んでくるもん。何、のんちゃん的には誰の試合が一番盛り上がったの？のんちゃん的にはだよ、面白かったのは。ひかるくん？すごかったよね、うん、しかもあれじゃん、あの KO した瞬間って結構近いところであれだったんだよね、膝蹴り入れてた時とか。前ののんちゃんの席の方だよね、すごい迫力だったでしょ。やっぱ現場ではヒカルくん MVP じゃないのと思ったよね、うん、MVP 誰だったんだっけ。セブンさんか、2回やったからね、うん、あれはだからあれでしょう、多分そのギャラ1回分しか出てなかったからっていう、その暗黙の了解的な部分あったよね、なんかね、そう裏側というかさ。いやきついよ2回は、普通に考えてありえないよ、よくやったよね。だって1回であんなへばるんだぜ、いくら時間置いたっつったってさ、体が硬くなるもん、ボロボロだぜ。楽屋でさ面白かったのが、ヒカルくんが勝った瞬間に金梅さんが、ワド君俺の作戦勝ちだからこれは俺の勝ちだなっつったの。え、どういうことですか金梅さんって。いやヒカルと2人で勝ったんだよとか言い始めて何言ってんのこの人と思って、いや金梅さん負けましたよ金梅さんっつって金梅さん負けですよっつって、そうなのとか言ってあれはヒカルくんの勝ちですよっつって、うん、出ますよ、レノさんいらっしゃい、怖いな、ナオフィニさん怖いよー大丈夫、俺のバックにはプップクがいるから、うん、そうノルさんも結構本気だから、うん、あのワドを育てよう、今回選手じゃないから余裕があるんでしょ、ちょっとうん、さっきも動画送ってきたもん、うん、ブレさん怪我させるから、うん、選手にそうだね、それが危ない、うん、光くんも膝やられてたしね、うん、知らんけどいらっしゃい、風船10個ありがとう、おはよう、試合怖いのは俺でしょのんちゃん何もしないでしょ、
おい、格言王、ドナルド・トランプさんいらっしゃい。久しぶりじゃない？ 3 ヶ月ぶりぐらい。久しぶり。元気だった？どうした？え？のんちゃん水とあれ変えてくれた？餌。変えた。ありがとう。正月気分なの？いいね。飲みすぎた？いや、リスナーさん飲みすぎたって。酒飲んでないよ。じゃあリスナーさんが、うん、みんなお正月だ。そうだよ。俺はね、年末に飲んだけど頭痛くなっちゃって、やっぱ酒向いてねえわっていう感じになって、やっぱ酒いいやってなってる。ジャックダニエル1本開けたよ。俺の名前ワドツではないからね。あと焼き作ってあげられるよ、全然いつでも。たこ焼きの機械あるじゃん、うん、作れるよ。丸くできる？できるよ。だから俺たこ焼き屋でバイトもやってたもん。のんちゃん銀だこ嫌いなの。なんで？脂っぽいから。マジで銀だこ大好きなんだけど俺。ふわふわのないトロトロなのが好きなの。おそうなんだ。あんま好きじゃないな、ふわふわ系は。ねえ銀だこ美味しいよね。なんか揚げるぐらい油で揚げてるんだよね、あれカリカリにするの、うん、苦手。いや苦手なんだ。美味しいけどね。うん、種類がいっぱいありすぎてわかんないんだよ。何が？銀だこメニューが。そう、うん、どれがいいか。だってポン酢とか、ポン酢とソースとネギと、あとなんだろう、いろいろあるんだ
なんか遠藤章造のコント、コントっつうか、あの千秋の絡みを思い出しちゃって、笑っちゃったよ。あの、遠藤章造いいんじゃん。結婚してた時、千秋に「お兄」って呼ばせてて、その、ガキ使のコントで、あの、いつも千秋がいきなり出てきて、「お兄」っていう そういうなんか、あの、ギャグがあるんだけど、なんか遠藤面白いなと思って。嫁に鬼って呼ばせるってどういうことだよな。そうそう、そんな感じでね、千秋が出てくる。なんだっけ、離婚した理由が遠藤が掛け算できないぐらいバカだったからって。千秋結構頭いいじゃん。遠藤がバカすぎて離婚って。どれくらいやってたんだろうな。半年ぐらいやってたかな。熱いんだよ、鉄板が。熱い鉄板の前のも汗ダクダクになりながらひたすらタコ焼くっていう。今何でもさ、たこ焼きの粉とかさ、お好み焼きの粉とかあるからいいよね。あれ作れば外れないし。あー疲れてきた。今3時間半か。もう30分でやめっか。集中力続かね。ずっと集中して細かい作業だからさ、大変なんだよ。
バコ吸おう。あ、お、フォローしてくれた誰か。はい、フォローありがとう。のんちゃん今日機嫌いいね。枕の匂い嗅いでるから。おう、わざわざ今、うん、よだれだらけだ、臭いよ。フェロモンじゃない、よだれの臭い匂い。和道汁和道汁雑菌初詣行ってないね。行ってない。クラゲだ。え？クラゲ。クラゲだね。綺麗だね。ねえねえ、のんちゃん今暇？ズワイガニが暇だって。なんで？知らん。あれ。暇といえば暇でございます。コメント見づらいこっち。うん、大丈夫。チーズケーキ？うるせえな。あ、ごめん。これつけて。うるさい。いやだ、やだ。え、どっか行くの？どっかは行かないよ、のんちゃんは。引きこもりだから。うん。ガチ引きこもりだもん。あ、今こっちいんの。今日はどうせ取ってきて。俺が取り行くの？うん、違うな。うん、のんちゃんにっつってんだが、のんちゃんやり取りしてよ。引っ越してきた？あ、そうなんだ。取りに行くの、やだ。いや、俺別に構わないよ。ほんと？
ゲーマーの持ってこいっつって。あ、そうだ、それだプリンセスガーデンまでよろしくのんちゃんにはバッター出したら消えるようだって。いえ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 。どこいんのって今。今どこにいるんですか。なんて書いてあるの。田町。田町はちょっと遠いね。遠いな。ちょっと遠いですね、田町は。ちょっと待ってね。だいぶ遠いですね。だいぶ遠いでしょ。いや、だいぶ遠いな。電車で30分ぐらい。だって家新宿だもん。電車で30分ぐらいかかるって。聞こえてんの。はい。電車で30分ぐらいの距離。また渋いところいんな、田町って。いいところだよ。ねえ、なるほどっつって、東京に越してきたんだ。で、新幹線でまた戻るって。駅から歩ける。俺の最寄り駅歩いて5分もかかんないよね。3分ぐらい。5分ぐらい。すぐだよ。西新宿5丁目駅からすぐ。ひどいよね。家まで届けさ、デリバリーさせようつこのクズカップルぶり。来る？いいよ。おいで。ごちそうそう。うん。こっちからね。うん。引っ越し祝い持っていく。絶対やんない俺。あれなんだ、俺のね、そうだったら。知らん。そんな人間的なことは知らん。ちょっと遠すぎたね。うん、遠い。あの、家からね、3分でもためらうような人間だから俺らね。スーパーに行くか行かないかで5分悩む男だからね。アルさんはどつ。俺らを舐めたらいけないよ。ガチ引きこもりだから。特にのんちゃんなんて俺よりひどいかんね。だって正月駅から出てなくない俺ら。まずスーパーにしか行ってないかんね、この3日間。3日間どころないよね多分。のんちゃんなんか何ヶ月ぐらい。新宿駅じゃない、西新宿5丁目駅だから浜松町に行くの。浜松町に JR で、山手線で。で、浜松町で歩くと大門っていう駅があるから、大門から西新宿5丁目まで1本。西新宿5丁目駅、浜松町から歩いて大門に行くの、で、大門からは1本。大門から西新宿5丁目駅。おい、レッドさん、お疲れっす。カオスが大好きなエビミ。うん。地下鉄の大門と同じだもん。浜松町から歩いて、その、そう、大門っていうところに行けるの。もう大丈夫だ。うん。同じ大門だ。何言ってんの。
同じダイモン。とにかく大江戸線の大門駅から西新宿5丁目まで1本だから、多分地方の子だからまだ感覚は分かんないんだろうね、地下鉄の。だからさ、その何だ、3種類あるわけじゃん、メトロとその JR と、もう迷路だもんね。ヒカルくんと地元一緒だっけな、確か、多分違うかな。てかカオスに届けてあげればいいじゃんな、カオス大好きなんだからな。そうだ、ね、カオスに渡した、カオスが食べたがるよカオスエビミ大好きなんだから。エビミを食べたがる、エビミを食べたがるんだよ、そうエビミは俺のアイドルとか言ってもうずっと追っかけましてんの。ちょっとね、あのなんだっけ、エビミとの絡みだけドレさんっぽくなるんだよ、ね、カオスおっさんになる、危険なんだ。あ、まあ危険だろうねエビミを食べたがってるからね。エビミの放送始まると俺の放送から消えるから、カオス裏切り者だよあいつでもなんかあれだよ、今年の目標はカオスはあのプリンセスガーデンに侵入するって言ってたよついに興味を持ち始めた。いやなんかね、すごいシャイっていうかデリケートな人なんでしょ多分、ああ見えてずぶとそうだけど繊細なんでしょ。和道リスナー癖をある人ばっかりだからね、オフ会とかもカオスだもんね本当にオフ会、オフ会でさ不幸自慢が始まるんだよ、いかにどんな不幸な出来事が私の身に降りかかったかっていう話で盛り上がるんだよ。まだ会話があるだけいい。まだね、いや最初の頃大変だったよ、たくみさんも そんな喋んないじゃん、温厚な人が多いからね、大変なんで、ずっと喋ってないといけないんだもん。喋るリスナーっていないな、あんまり。みんなコミュ障だからね。解放ぐらいじゃん、結構グイグイ。グイグイ喋るの。浮いちゃう。新幹線間に合うの今から来て。新幹線？もう新幹線でどうのこうのって言ってたよ。なんか地元に帰んじゃないの。え、引っ越してたんでしょ多分。差し入れしたら新幹線で地元に帰るって言ってるけど。超ハードスケジュールの中チーズケーキを持ってこさせるっていうこの鬼畜の所業。そうだね、俺のリスナーそれくらいじゃないと、献身的じゃないとついていけないよね。会えない会えない。そう、焼肉をおごってやるっつってもだるいから行かないっていうぐらいだから、ね、でもあれだよ、この近所多分新宿区内だけで多分20人ぐらいいるよ、おっさんとか。東京って感じするよね、
そうだよ。ロブスターとか今日のんちゃん幸せそうでよかった。のんちゃんが機嫌いいと俺もあの嬉しいよ。ステッカーいくらですか？ステッカーはこっちの小さい方が限定あと160何枚でこれ500円、これステゴロ2ステッカーで、これが500円ね。でこっちはまだ在庫いっぱいある。2種類あってこれ各1枚1000円です。こっちが1000円、はい、で送料プラス200円です。買うかボケ、買うわけねえだろ、釣られるな。釣られるのじゃなくてあなたが質問したことに答えただけでしょあ、そうですか、はい、釣られる、それ釣られる前じゃなくて、早くね種明かしすんの。まずさ、もうお前下手だな、なんかこういうの下手だな、下手になってきたな。ニコ生とかだったらさ、じゃあ10枚ずつって言ってさ、3万円ぐらいってなって段取り踏んで今振り込んだわっつって、でコンビニの前でバッ釣られたバカの流れじゃん。本当に下手になってるよね最近のリスナー。なんかセンスがない。リスナーの質がどんどん落ちてる。下手だな。そうやるんなら乗っかってあげるから、そういうインスタントなのは全然面白くないわ。釣るんならちゃんと釣って乗っかるから。何事もスピーディーに。
なんかあれだな、不愉中だなこいつ。大体関西弁使う男って面白くないかな。いや、準備してんじゃないの？わかんないけど。急いでるんでしょ？新幹線と戦ってるんでしょ、今。ほら、田舎の方のこの感覚ってさ、30分ってさ、もう超最寄り圏内だったりするじゃん。東京って30分って果てしなく遠くない？遠い。遠いよね。だから都内の人、あの東京人ってさ、意外と区から出なかったりするじゃん。こんなに遊ぶところいっぱいあんのに。そこが本当の都会っ子だよね。東京人って感じがする。ランドマークタワーってどこにあんの？わからん。何ランドマークタワーって、そもそも何かわかんねえわ。高いやつ。高いやつ東京にあんの？東京で一番高いやつなんだっけ。え、スカイツリーじゃないの？あ、そうか、それそれ。そ、あ、東京タワーある？東京タワーは行ったことある。うん。お、久しぶり。え、楽しみに変わったんだ。久しぶり。渋谷、港、世田谷、新宿、目黒くらいで OK。
いや、港、渋谷、港、世田谷、新宿、目黒くらい、結構行動範囲広くね。え、楽しみに変わったんですか、楽しみさん。え、今は楽しみでやってんの？俺の知ってる楽しみさんかな。そっか、もうさすがにモンスターハンターフロンティアとか古すぎるもんな。それは名前変わるか。懐かしくない、のんちゃん。楽しみさんコメント書いてるよ。わかる？楽しみさん。え、ずっとこれなんだ。俺全然知らない。だから楽しみさんコメント打たないじゃん。ご無沙汰っす。元気っすか？ずっとこれって言っても、うちでコメント書かないじゃないですか、楽しみさん。久しぶりだな。俺2年ぶりぐらいの感覚なんだけど。楽しみさん。戦闘は楽しみなものが変わるたび、ああ、そういう意味だったのか。俺、モンスターハンターフロンティアでしたよ。僕が最初にお会いした頃。だよね、それくらいぶりだよね。あ、そういうコンセプトなんだ。楽しみ、例えば、自分が楽しみにしてるものがつくんだ。あ、そういう意味だったんだ。知らなかった。仮想通貨買いましたが、ビットコインちょっと持ってますね。ビットコインちょっと持ってますよ。ビットコインだけかな。リップル欲しいなと思ったんだけど、なんだっけ、なんか取引所で取引、なんか口座開くのがめんどくさいからリップルは買いそびれた。もういいやと思ってる、リップルは。ビットコイン大暴落してる。4とか 3G、 いや、え、モンスターハンター5だったかな。モンスターハンターで MH5 とかフロンティア MHF とか何だったかな。でも4年前、3年前ぐらい、リップル80円か。あー、今もっといってるでしょ。俺3年前だったらリップル1円で手に入ったのに。 3DS だったかな。俺はモンハンやったことないから分かんないんだけど、意味聞いたら楽しみさんにモンスターハンターだよって言ってた、うん、そういう意味なんだ。今270円前後か。すげえな。だってその人リップル1円 0. 何円で数億買ってたので、なあ外れたわっつって、全然盛り上がんねえわって3年前言ってたけど、今大富豪でしょ。もともと大富豪なんだけど、その人だから数億買ってて、リップルもし保有してたら2000億ぐらい持ってんのか。すげえな。まあもっと手前で売ってるはずだけど、売り抜けてるはずだけど。ふわっちで得たアイテムでなんか買っとけばブワッと増える。俺今ビットコインだけっすけど、いやちょっと怖いっすね、ちょっと怖いっすね、うん、増えるけど、あのビットコイン、そのなんだ、150万円ぐらいで次の日か2日ぐらいに250万になって、で今160ぐらいに落ちたんでしょ。いや流行りに乗るんじゃなくて、俺バリューってやつやってるから、バリューをやるのに、解説するのにビットコインが必要だったの。だから別にビットコインで投資しようってわけじゃなくて、バリューを始めるためにビットコイン買ったんですよ。でそのバリューっていうのがどんどんビットコインでお布施される仕組みだから、どんどん入ってくるの、ビットコインが。怖い。だからもらってるから、もらいもんだから、あんまりその、減った、増えたって、けどね、傍観して見てられるけど、自分の金だったらちょっと怖いよな。
や、わかんない。お金に時間、そもそも1回しかやったことないし、お金に変えたこと1回もない。なんか遊びだと思ってるから、俺は、こういうのは。本気でやってないね。本気でやってる人は相当儲かってるでしょ。億万長者になる人、億り人っていうんでしょ。香川さんが今ハマってるね。なんかツイッター見ると。いろんな電子マネーやりまくってるね。電子マネーじゃない、仮想通貨か。すごい時代だよな。ねえ、統一してほしいよね。そうだろうね。俺はね、それもそうなんだけど、SNS が早く統一されてほしい。いつまでこの戦争続くのって。Twitter、Facebook、Instagram とかさ、もういいからっていう。もう一個にまとめてって。いつまでこの殴り合い続くのっていう。あ、もう複数アカウント作るのがだるくてだるくてしょうがない。一元化したい。まあまあ、最後にやってる、最後に高値で捕まされた人が損するって感じかな。ビットコインとかは。もちろん、誰かが儲かったら誰かが損するっていう。で、最後に高値を掴んだ人が損するって仕組み。ビットコインは。なるほど。草コイン。要はもうなんか、ゴミくずみたいなベンチャーがやってるコインか。ではもう、投機で完全になんか今、世界中が熱狂的に投機をやってるだけだから、ちょっと怖くて手出せないかな。投資にはならない。投機だよ、これ完全に。まあでも、超ド貧乏な人が億万長者になれる100年に1回のチャンスなのは本当にそうだと思うけど。適度に遊びでやるか、もう本気で全振りするかだよね。俺の人生もうここしかないって決めて、カイジの世界に行くかでしょ。要はもう首吊るか、もうどうせ人生うだつ上がんねえんだったら首吊るか 億万長者になるか、一発勝負かけるってカイジだよね。それくらいのチャンスであることはそうだとは思うけど、センスがなかったら本当首吊る羽目になる。商売みたいなのが好きだからさ、細かくやる。シルバー作ったりして売ったり買ったりしてるのも、こういうなんか経済っていうの、自分経済みたいなのが好きだから楽しいじゃん。物を作って売るってシンプルで奥が深い。こういう方が性に合ってるわ。一番いらないの？いや、全部いるから成り立ってると思ってるかな 全部いるから存在してるわけでしょ で、結局いらないっていうのは一番嫌いなものを言うだけだから意味がないと思ってる。俺が例えばここで、例えば協定って言っても、要は世の中から協定がいらないわけじゃなくて、俺が多分協定やらないからとか、そういう意味合いだと思うね。
まあ与沢翼は普通にあれでしょ、努力家でしょ。与沢翼の商材なんかうん百万するの DVD とか全部見たことあるけど、まあ知り合いにただで見せてもらったんだけど、まあまああの専門的な知識持ってたよ。なんかなんつうんだろう、ただ楽して金儲けてるわけじゃなくて、そのサイトのアフィリエイトの動画とかちゃんと見たけど、ちゃんと解説してたし、すごい細かいところまで落とし込んでたから、すっごい勉強熱心だと思うよ。イメージが悪すぎ、あの人は。まあ、そういう昔のホリエモンがやってた戦略なんだろうけど、売名戦略みたいな。まあまあまあ、金掴む人は普通に努力家だよな、みんな。まあなんか羨ましいとは思わなかったけど、ああいう生き方が。なんか大変そうっていう感じ。フェラーリを俺は小じきしようと思ってるから、うん、億万長者になってフェラーリをこう買うのはダサいと思ってて、ワド、フェラーリいる？ください、あざすっていうのが好き、うん、うん、いらないって言っても変わるわけじゃないから、うん、あのね、いらないっていうか必要のないものは勝手に淘汰されて消えると思ってるね。資本主義の一番いいところは、要はユーザーに見捨てられたりとか、必要のないものはどんどん滅んでいく仕組みの、まあ、今既存にあるものっていうのは一応ニーズがあるものだから、ビットコインにしろ何にしろニーズがあるうちは消えない。全世界の人間がね、ビットコイン紙くずじゃんとかゴミじゃんって言った瞬間に価値がなくなるだけだからね。てかエビミ本当に来んのかな。いや、まあ LINE 繋がってるから多分電話かかってくると思うんだけど、いや来んのか来ないのか分かんなかったから、行こうかなーで終わってたから。まあでもなんか律儀そうな子だからバックれたりとかないだろうけど、うん、でもまあ気になるっつうか、うん、ほら俺ハードワークだから、忙しさの塊だから、毎日30秒刻みで和道のスケジュールは世界で管理されてると言われてるからね。実は配信には映してないけど、裏側のスタッフとあの高性能の AI が和道の30秒刻みのスケジュールを管理しながら俺は生きてるから、うん、ありがとうございます。花火ありがとう。匿名さんありがとう。20日でしたっけ？あ、20日ですね。プロとの練習は重要なので頑張ってください。頑張ります。20日です。うん、頑張ります。いや、それくらいの勢いで俺は頑張って生きてるから。30秒刻み。世界のワードを。ビル・ゲイツって1分間で何万円稼ぐんだっけ ?1 分間で9万円だっけ。だから、え、違うな。ビル・ゲイツって1秒間で3万円稼ぐんだっけな。なんか1万円落としちゃうじゃん。それを拾ったらロスになるぐらいの価値があるの。ビル・ゲイツが1万円落とすじゃん。拾ったらロスなの。だからビル・ゲイツはお金拾ったらダメなの。すごいでしょ。だから俺は100円玉拾わないよね。千円札もふんって言って通り過ぎることができるね、うん、石野は拾うでしょ、僕のですよって。1万円拾わなくなったらね、勝ち組だよ。
すごいよな、1万円落として拾う1秒がロスっていう、ね、どんな収入だよっていう。だいぶいい感じだな。プロとの練習、プロから教わるってすげえよな。なんか捨て頃がどん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 でかくなってくから怖いよな。つまりプロの格闘家が捨て頃に注目してるってことだもんね。すごいよな。なんか寒くね。なんでだろう。なんか温度落ちたよね、急に。寒いな。外が寒くなったね。太陽落ちてきたからね。こうさ、ビルに照らされる黄金に輝くビルかっこいいよね。東京って感じがする。エヴァンゲリオンがこれ描くのうまいんだよね。日を沈む時の。ピーカブーってね、ボクシングのスタイルのことだね。構え方。ユージさんいらっしゃい。いないいないバーって意味だね。そうそうそう、タイソンのスタイル。はい、ワード2。っていうかタイソンしかやってなくね、ピーカブースタイルって。タイソン以外であんま見たことないんだけど。それくらい難しい技術なんだけどね、実は。ありがとうございます、ポポさん。プロの選手でタイソン以外にピーカブー使ってんの見たことある？有名な世界チャンピオンとかで多分いないよね。あれはだからタイソンが異常にリーチが短かったことが原因で生まれたスタイルなんだろうね、多分。なんか最近でもピーカブーの研究してるんだけど、ドレさんからも実は動画送られてきてて、ドレさん、ね、もうなんかトレーナー気分でさ、朝一でね、どんな動画送られてきたかっていうと可愛いんだよ。ドレさんからまずね、この動画が送られてくるの、朝一で。ちょっと待ってね。これちょっと待って。
これか、これが送られてきた、ドルさんから。これ見てみようか。The Peekaboo Principles and Practices Course Module 2 Slipping Part 2 out of 2 This series of mini tutorials is brought to you by our sponsor Consider purchasing and customizing our digital posters online at Poster My Wall Link in the description below In this video, we consider Module 2 Slipping 青木忍さんは距離取って上からチョッピングライトって技だね。 slip like Mike Tyson. もうジャブで距離取ってザブザブだね、うん、上から。だから俺はそれをかいくぐってそう振って振って入っていくっていう、うん、そうこれね、うん、そうでこのピーカブーのそのシフトウェイトとそのなんて言うんだっけ、なんて言うか忘れちゃったんだけど、この動き基本的な腰をずらして倒すっていう、そう結構複雑な動きなの。横に倒れればいいだけじゃなくて、そう腰を切ってかがんでっていう基礎動作。そう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 、これが一番わかりやすいから。ウィービングっていうのは初めの一歩はこうこう行くの、まんじゅうを描くの。でも俺がやろうとしてるのはタイソンのこうキッキッって動くの、この横の動きだね。こう動くって感じかな。初めの一歩はまんじゅうを描くからこう動くの、こう、うん、一歩のウィービングはこううねる。でもキュッキュッてっていうタイソンスタイルのね、俺は横横スリッピング、ピーカブーのスリッピングだね。だこれくらい曲がるんだ、もう90度までいくの、ここまで倒れるっていう。でこっからフックをぶち上げるっていう。The shifting or fading aside of hips is a part of the weight shift principle. We borrow it from module 体重移動とそのよけるって動作、よける動作で予備動作になって反動で、だから前段本気のパンチになるって感じだね。もう全部本気。その代わりなんでフルスイングの本気のコンパクトなパンチが打てるかっていうと、避けた瞬間の反動で打つから。だから単発がデンプシーになってる感じじゃん、イメージで言うと。いやもう超スタミナ地獄、だんだん無謀なのが分かってきた。もうスタミナの減りが異常だ。デンプシーロールも単発でやるじゃん、だけど単発でやるんだけど、俺がやろうとしてるのはもう4分間これずっと動きっぱなしだから、防御するだけでもう超大変、死ねる。体力相当作り込まないと死ねる。でそれがタイソンのこのスタイル、あの完成させた人がこの人、まあみんな、まあこの人っつうかタイソン知らない人いないだろうけど、それがこの足の動きと避ける動作。そうだから全てデンプシーロールだけで戦うみたいな、うん、そうこの動きね、これこれこれ。だから普通の人はこう動いてるだけに見えるんだけど、実は全部体重、足が回転してるのね。太ももの太さ尋常じゃないでしょ。ほら、こうキュッキュキュッキュ動いてるんだよね。腰が。腰と、その足が。そう。上半身の中に目取られすぎなんだよ。むしろ下半身の太ももと、その腰とお尻の動きが異常なの。これ。だからそのハードパンチャーになれるっていう、小柄なのに。異常に背低いんだよ。タイソンでかくないでしょ。俺はそこに内藤大輔の変則的な方法も取り入れてほしい。あそこまでハイクオリティ。あれはセンスだよ。あれは持って生まれたもの。あのトリッキーな動きでしょ。内藤さんすげえトリッキーだよね。俺初めて見た時びっくりしたもん。え、この人正統派じゃないの？とか思って。あれはだからもうセンスでしょ。俺はそういうセンスがないから愚直にやんないといけないからね。
多分ああいうスタイルは無理だと思う。あれは天性の勘持ってる人じゃできないんだよ。ナジームハメドとかも天性でしょ、うん、多分無理だと思う。まあまあこういう動画がドレさんから送られてきて、そのこのシーンの何秒のこの動きを覚えろとか、その今はその1ヶ月間こう腰を動かすとかお尻をスライドさせるんだよみたいな、朝からねメールで指導してもらってるよ。そう、 e ラーニングみたいだろ。 e ラーニング、日本人でもいないっていうか、多分黒人でも相当いない。要はあのアホがやる。要はね、そのスタミナの減りが異常だし、なんていうのかな、足腰のバネが異常じゃないといけないから、ほら初めの一歩にもよく出てくるでしょ。一歩がなんであのスタイルで戦えるかっつうと、釣り船屋で足腰と平行感覚が異常にいいからっていう、うん、ドンキホーテ的スタイルだから、そのなんていうのかな、あれができないんだよね。っていうか、そのいや、なんつうの、セオリーから外れてるっていうか、その近代ボクシングから外れてるんだよ。近代ボクシングは距離取って打たせずに打つ、カウンターとかジャブとかじゃん。でもタイソンのってストレート系じゃないの。相手がストレート打ってきたところに飛び込んで避けて打つっていう、もうこれだけなのよ。避けて飛び込んで打つっていう、この一個の動作を神がかって極めた人だから、ぶっと、なんて言えばいいんだろう。もう、ゲームのステータスで言うと、スピードとパワーに直振りみたいな。で、ガード力はもうこれで補うとか、そう、すっごいシンプルな脳筋プレイみたいな感じなの。だからまあ、なんつうんだろう。だから、極端な話、キックボクシングでこのスタイルできなくて、ローキックバーンって一発打ったら終わりじゃん。あと、クリンチされたら終わりなのよ。だから多分、俺がこのスタイルができてきたら、多分その直樹兄さんのセコンドはクリンチのをしろって言ってくるんだけど、そしたらポイントで勝っちゃうじゃん俺は。でそのクリンチを防ぐためのボディももちろん練習するし、クリンチ仕掛けてくるタイミングでバーンって入れちゃえばいいから、だから多分それでも勝っちゃうんだよ俺。だからあとはもうこのスタイルが俺ができるかできないかだけの勝負なんでかっていうと、多分パンチ力は俺の方が重たいから。そう、スタミナ切れを起こさない、ちゃんと頭振ってさらに正しいフォームで稼働ができる、うん、であとはそのボディフック、アッパー、要はショートレンジのパンチを覚えたらもう終わり。あとは俺が覚えられるかどうかだけ。その代わりこのスタイルから入ってやっぱり覚えられませんでしたって残り1ヶ月で普通のスタイルと全然違うから、構えとかが、いやステップの踏み方とかが全然違うから、もうそしたら負け、うん、だからもうちょっと極端な一点張りをする感じだね。でも身長向こうの方が高いし、俺がリーチ短いから多分向こうより、あの作戦戦術的には合ってると思う。だからドルさんには無謀って言われた。
時に来るって。いや、もともとがそのいろんなプロセスがあって、まず、俺が打たれ弱いっていうビビリだっていうところから始まって、あと運動神経がないっていうところから始まったのが、そのガードを上げるだけだったの。いや、極端にガードを固めてたの俺が。だから普通の人がこうやって構えるじゃん、左出しやすいように。 こういう感じで構えるので、ボクサーは脇締めんのね。だからキックだとこうなるんだけど、その普通のボクサーって、ヒカルくんってこうだったでしょ。ヒカルくんって一回この構えやったんだけど、これに戻したじゃん。多分ヒカルくんの構えがこれで、俺はこうなの。いや、ボディ打たせたくないこれで、これでこう打ってたんだけど、こういう感じじゃん俺って。ヒカルくんはこうでしょ。 それをさらに、そのもうこのスタイルで行くんだったら、そのガードしっかりしてるから、実際パンチもらってないから、これで頭振るっていう、そのなんつうの、今まではもらう前提で上げてたんだけど、これをさらに振って避けるっていう、でさらにそのパンチの振り子の原理で強く打てるように、極端に自分のその今まで考えながらやってたガード上げるとかをプラスしていく感じなんだよ。だけどどん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 そのセオリーから外れていくっていう、初めの一歩全部見てます、全部見てます。一歩のウィービングとはちょっと違うよね。一歩は漫字を書くから、こう、そう、俺は横に振る感じ、振り子で。まあ、一歩見ろっつっても一歩引退しちゃったからな。3連敗だっけ、2連敗、3連敗か、初めの一歩はもう小学生の頃から読んでるからな。
マジンガー Z がなんか映画化されるらしいよ、もんじゃ、うん、ちょっと見てみたい。アニメだったかな。フォローありがとう。あ、無料アイテム余ってる人いたら、もしよかったら、無料アイテムください。
おい、こんにちは、コウジュンさん。和道に月収勝ってますって言われちまったよって口を尖らせたくない。いや、言ってた。ほら、俺ブロックされてるから見てないんだよね。うん、ざまあ。3万意欲、俺はマンスリーなんか気にしてないんだよ。金とかそんなにいらないって言ってたけど、そんなわけはあるかいってツッコミ入れたくなった。むしろあなた、元祖こじきメンバーの一人でしょうっていう、ね。よく言うわ、本当に。いや、プライドあるでしょ、そんな。俺からしたら荒野にさ、煽られてるようなもんなんだからさ、和道さん月収いくらっすかつって。マンスリーとかね、気にしてないわけがないからね。気にしてなかったからダメでしょ。うん、囲いがちゃんまんはレジェンドだからそんなことは気にしないって励ましてた。それが囲いだよな。それが話題。それが囲いだよ。気にしてるから和道さんの話題出したんだろ、ボケ。しかも月収気にしないって配信者として終わってるぞって。いや、いいんだよ。囲いはそれでいいの。囲いの役割は、ちゃんまんすげえっすよって。俺も、そのね、ファンの人にはそう言ってもらいたいし。そうでなくちゃ困っちゃうしね。だから、その、なんつうの、多面的に見ないとね、やっぱ放送はね、そのファンが囲ってアンチが蹴落とすと。そうで、俺はその話題作りっつうかさ、やっぱりそのなんつうの、レジェンドにその一番聞きたいことなわけじゃん。そこを役割として突っ込むのが俺の役割だと思ったよ。そのちゃんまんに収入の話をさせるっていう役割。うん、
動画職人さんへっていう、このサンマの絵が欲しいんでしょって、ああ俺はよ先月250万だよっていう。うん、昔店やってた時は960万ぐらいかな、おいちゃんはっていうのが欲しいわけじゃん。その音声と映像が。そう、だからあれはもう職人さんに答えた感じだよね。職人さんって、その映像僕に任せてくださいっつって、撮りますよっつって、素材が欲しいわけでしょ彼らは。そうそうそう、サンマの SE が欲しいだけだからね。ドブズキッチンとかただの散歩さんとかさ。うなちゃんまんことかね。うなちゃんまんこ今何やってんだろう、最近絡みねえな、引退したのかな。あ、もうこんな時間か。神回だとは思わないけどね。うん、俺も1年ぶりぐらいにね、佐野さんとお話しさせてもらったから、どういうトーンで言ったら分かんないしさ、初っ端どなたですかって言われちゃったからね。さすがにそれは無理あるだろうと。知らないっすねーっつって、まあでも俺もちゃんまんの声聞けて生でちょっと嬉しかったな。なんか好き、ちゃんまん大好き。なんだろうねあの人ね、人ったらしだよね、すごい魅力的だよな。不思議だよな。初代捨て頃で和道からオファー受けて、ちょっと捨て頃行くことにするわって半年前に話してたのに、昨日は和道さん初対面のことにするってどんだけボケてんだよ。三社祭りでもね、あのね、
あのバール受験の前にね KW にも行ってんのにね、うん、今年終わる生主誰ですか、ワードだよ、知ってるじゃんっていう、ね、いじめないでって知ってるくせに。聞いてた。しかもなんかあれでしょ、なんかゲルゲになんかクリスマス相当なんかストーキングとかしてたんでしょ、なんかコメントで聞いたけど。で携帯電話の番号変えたんでしょ、すげえ面白いんだけど、おいちゃん、おいちゃん嫌われちゃったんでしょ。そろそろアップルに行くか。のんちゃん一緒に行こうよ。のんちゃん、表参道歩こうよ。散歩。アップルの本社、本社じゃなくて行ったことあるアップルショップ。楽しいよ。行こう。あれ、ドルさんやってる？あ、ドルさん復活したじゃん。珍しい時間帯にやってるな。チーズケーキが来るけど来ないね。5時に来るって言ってたけど。エビが来る、エビが。ゲルゲにコラボで上がろうと意気揚々として準備してたんだけど、途中でゲルゲにブロックされてるのが発覚して、自分の枠でブロック祭り。腹痛い。最高だね、もう本当に。ゲルゲにブロックされるって相当でしょ。いやー面白いなー、最高。未練たらったらだな本当に。
白い。ねえ、ゲルギー今そんなに嫌いなの、ちゃんまんのこと。もう洗脳が解けたんだ。うん、すっげえ面白い。ゲルゲもおかしいかな。なんかちょっと痛かったもん、ゲルゲ。なんかその、ちゃんまんの嫁感が痛かった。いや、面白いね。ゲルゲは生理的にその無理っつってんだ。あんなに愛し合ったのにね。あんなに愛し合ったのに生理的に無理なレベルになっちゃったんだ。すげえな、女って。なぜそれを早く気づかなかったんだっていう。生理的に無理って。名言でしょ。アナルまで舐めてくれる子はそうそうおらんで。いや、いないでしょ。しかも佐野のアナルだからね。もうゲルゲはね、もうちゃんまんの女で定着しちゃったから、ある意味もう傷物だからね。うん、ねえ、そんなにブスでもないのに。ゲルゲって俺の一個上だっけ。香川さんとタメだよね。あ、今そんな感じなんだ。生理的に無理なんだ。結婚しちゃえばよかったのにね、ゲルゲと。なんだっけ、貯金いくら使ったんだっけ、ゲルゲが貯めてた。いくら使い込んだんだっけ、3万って。3000万とかだっけ。すごいよね、人ったらしにも程あるよな。いや、もう詐欺レベルでしょ。詐欺レベル。もともと看護師かなんかやってたんだっけ。なんか普通の一般職やってたよね、ゲルゲって。ゲルゲ最近結婚疑惑湧いてる。ほう。昨日のゲルゲ枠で結婚してないことが発覚。ほう。それを知った佐野は復縁の可能性があると思ったのか、必死にゲルゲとコラボしようとしていた。いやー、いいなー。え、ちなみにゲルゲはツイキャスでしょ。ゲルゲはキャスだよね。ふわっちやってないよね。なんかいいね、ラブストーリーだね。トゥルーラブだね、トゥルーラブ。てかエビ来ねえな、エビミ。迷ってんのかな、距離感がわからないんで。多分ね。うん、ツイキャスか。 KZ 界隈では看護師の女捕まえるのが鉄板っていう。あー、なんでなんだろうね、看護師の女鉄板なんだ。看護師ってエロいって言うよね。なんだ、収入が安定してるとかそういうことなのかな。狙ってるんだ。いや、狙ってないでしょ。なんで俺が看護師の女狙うんだよ。誰がクズだ、そして。なんでクズ認定するんだ。収入が500万くらいあるし、家のローンでも3000万クラス平気で組めるから。あー、なるほど。いや、結婚詐欺師の格好のカモなのか。なるほどね。ミュウツーが佐野をディスろうと標的を爆走から佐野に変更するかも。いやー、ミュウツーは絶望的に面白くないかんな。相手にされないじゃん、誰からも。相手にされてないんだよ。
だし、鮫島さんとかのロックオンとかディスとかって徹底的にやるじゃん。あいつ部屋の中でグダグダ言ってるだけなんだもん。どこにそれ需要あんのっていう。お前リスナーかみたいな、ヘビーリスナー、ただのリスナーだかんね、あいつ。俺の中では配信者ですらない。いや、かすり傷一つ負った生主一人でもいる？いないでしょ。ミュウツーが誰かにダメージを与えたところ見たことないんだけど。あんなのやらすときゃ、それこそ生理的に無理だわ、それこそ生理的に無理だわ。キモいキモいよね、あ絶対童貞だよ。えトカゲ、うん、気持ち悪い本当に。だってあいつが仲いいと思ってる女の子の配信者がいるんだけど、ミュウツーが仲いいと勝手に思い込んでる配信者がいるんだけど、サイレントコメントで和道さん助けてくださいって、マジ気持ち悪いですって毎日写メ送ってくれって言ってくるんです、気持ち悪いですってだよねって言って、関わったらダメだよって、はい、腹痛いよ本当。エビにメール送るわ。つかねえ。ドブズ、オフネ、ボクサージョン、コブノリかな。ドブズはまあトップだろうね。でもまあドブズはプロアンチじゃん。あれファンチじゃん、もはや。一番シャンマンのこと知ってんのドブズでしょ。てかもう あのクラスはもう上げたらきりないでしょ、シャンマンは。リスナーの母体が多すぎる。だからもう下手な配信者よりリスナーの方が有名だからね。それがすごいよな、リスナーが有名ってすげえな。あだってドブズキッチン知らない人いないでしょ。なんならドブズさんって街歩いてドブズキッチンですって名乗ったらなんか握手求められるとかそういうレベルでしょ。だからミラー配信なのに万人コンビだからね。本家より人集めるんだよ。
意味が分かんないよ本当に。いやーだから精神力が強いんでしょう。尋常じゃないんだよ精神力。選ばれしもうだから。あだから鮫島さんがそれ言ってたな。あの面白いやつとかイケメンとか腐るほど見てきたけど結局アンチとかにやられちゃうんだよなっつって。結婚したりとか。だから大手になるとか条件っていうよりも配信を続けられるメンタルがやっぱ俺らおかしいんだなって言ってたもん。自分でやっぱ俺らどっかぶっ壊れてんだよっつって、うん、和道も俺もみたいな。だからどっかぶっ壊れてるやつが残るよねみたいな。ただ長くやってるだけなんだよね大手ってっていう。長くやってたら勝手に上手くなるんだよ配信なんか。何でもそうだけど。長く続ける根性があるかどうかでしょ。おい ABCZ さんハートありがとうございます。腹減ったな。あやべ LINE 来てる、うん、今外いるって。もんちゃんいるって。はい。あどこだ。いや見当たんねえな。ほんじゃ探してくる。公園の方に行ってた。うん、林って何。林林公園じゃない。林って何あいたいた。はい、のんちゃん来たよ。ちっこいんだな結構、うん、ちょっと行ってくるわ。林こんばんは。出てあげる。どうぞありがとう。こっち来たの。こっちに来ました。いつから。先々週。あ、結構経つんだ。じゃあ配信にちょっと配信出る。いや、いいよ。すごい。いいよ。のんちゃん、ちょっとそこにいたら受け取ってよ。いや、ちょっと受け取ってない。外出てよ。やだの。あ、悪い悪い。あ、ありがとう。ありがとう、すげえいっぱい。そんな美味しいもんでもないですけど。何作ったの。作りすぎて。ありがとう。すごーい。よかったね。下に白菜入ってるんですけど。白菜。ほう。1週間ぐらい家開けるんで。ほう。悪くなっちゃうから。ああ、はいはい。うん。料理に使ってください。うん、ありがとう、ありがとう。ありがとうございます。悪いね、なんか。このおせんべい。人にもらったんですけど。うん。これ？うん。たくさんにしかお店なくて、そこでしか買えない美味しい。へえ、ありがとう。いいの？うん。何今から帰るの？今から実家に帰ります。ああ本当に？え何こっちに本格的。あのんさんいただいて。あいただきます、うん。ありがとうございます。本格的にこっち住むのいつからは？もう結構本格的に仕事がまだ始まらないんで、通院でこれから実家の方に帰って、あそう。最後の通院。うんそれで終わったら、もうあとは帰んなくていいぐらい。あそうなんだ。オッケーオッケー。
わ悪いね、わざわざ。いや、なんか画面で見るより顔ちっちゃいです、うん、そう、よく言われる、うん、あの広角だから横に広がるから、あパソコンのカメラだと、だから意外と、うん、顔ちっちゃい、うん、小顔するんだろう、うん、これさ、ステッカーあげる、あ、うん、え、いいんですか、うん、もちろん、ごめんね、こんなのしかなくて、いやいや、こっちに知り合いそんないなくて、うん、うん、あ、いや、遊びおいでよ、あのんちゃんメイクしてる。あのんちゃんめっちゃ綺麗と思って今。可愛いじゃん。紳士クリーンだから。そう、なんかちっちゃい、本当にちっちゃい。めっちゃ綺麗。大きいよっつって、小さいじゃん。ハーフみたい。なんかハーフじゃないの？いや違う。へえ。うん。寒いね。寒いですよ。いやいや、とんでもない。ありがとうございます。ありがとうございました。うん、じゃあこっち来たらなんか遊ぼうよ。あ、また。うん、はいよ。じゃあねー。いっぱいいただいたね、うんうん、おい、ただいま、え、食べよう、チーズケーキ、こっちで、こっちおいで、せっかくだから配信にエビミちゃん、エビミちゃんが来たよ、カオス見てる。見てる、うん。こっち来ないよ、のんちゃん。うん。え？いや、あれでわざわざ30分ぐらい、40分ぐらいかけて来てくれたんだよ。地方の子だったんだけど、あのもうこっち住んでるんだって。え？え？お菓子いっぱいもらって食べよ、せっかくだから配信映んないと、エビミ先生からいただいた、あのエビミちゃんってあの配信者なんだよ、知ってる？みんな、あの、ベニズワイガニエビミ、あのクソカスカオスがねめちゃめちゃ好きな、美味しそう、へえ、女子力たっけー、よいしょ、はい、食おうぜ、俺も腹減った、食べて放送終わりにしよう、でもアップル行こう、行くの、おーすごいすごい、エビちゃんありがとう、ありがとうございます、エビちゃんの手作りケーキ、フォーク持ってきてよ、の、うん、んちゃん2つ食べな、うん、うん、エビちゃん見たことある、かわいいよね、なあれでしょ、なんかコスプレイヤーかなんかでしょ、確かな、コスプレイヤーだか、なんかあのイベントやってる子でしょ、なんかそのイベントのコスプレイヤーみたいな、実物の方が美人だったよね、うん、可愛らしい、マスクしてたから、 あんま可愛いとか言うとあ、痛い痛い、さフォークで支えて、うん、エビちゃんいただきます、ありがとうございます、ちょうだいちょうだい、ここに引っ掛けちゃう、めっちゃうまいかな、いただきます、うん、うまい、あ、うまっ、上手、うまいね、エビミありがとう、美味しい、美味しい、ありがとう、ね、へえ、うまっ、すごいね、うん、わざわざ悪いことしちゃったね、クズだね俺ら、うん、クズだね、家まで持ってこいっつってね、かわいそうだよねよくよく考えたら、ひどい、でも俺らクズだもんね、うん、引きこもりだもんね、しょうがないよね、出れないから、出れないからね、うん、おいしい、うまいね、これカオスがグヌヌってなるよ、カオスが、うん、せっかくメイクしたんだから行こうよ、行こうよ、思い出、ハズ、うん、ありがとう、うまい、これもう一個食べないよ、もういい、もちろんまずつ、うまっ、
この時間、ここも最高。ヒロニーさんいらっしゃい。いや、クズだもんね、俺らね。ゴミクズだもんね。だって、去年まで生ポでしょ？で、あれでしょ？ 2 位と何年だっけ？ 10 年。クズカップルだから。底辺。底辺。うまい、これ。なんかもっと身長高いと思った。エビミ。のんちゃんコロコロでしょ。のんちゃんコロコロだねって言われて。だってあれだもん、もう去年から何キロだっけ、11キロ太ったんだっけ。俺が食べさせすぎちゃって、この前紹介されたケーキ北海道から届きました。うまいよね、ふわふわで。あれやばいっしょ。もう無ね、勝てないって分かった言ってた意味。ごちそうさまでした。ありがとうございます。エビミさんありがとうございます。いただきました。いただきました。美味しいね。行こうよ。行こうよ。楽しいね、のんさん。のんちゃん行こう。せっかくメイクしたんだから、お出かけしよう。もうダメ、そういう言い訳。そういう言い訳ダメ。たまには外出た方がいいんだって、気分転換に。いや、行こうよ。いや、俺一人で行きたくないもん、アップル。行こう。行こう。寝てるだけなんだから、行こうよ。いや、行こうよ。ね？だって本当にもう2ヶ月ぐらい、どこにも行ってないよ。行こう、ほら、行こうって言ってくれてるよ。デートっつうか、俺がアップルの修理に行くから一緒について行こうって。ご飯食べよう、美味しいの。太るね、太るけど。歩こう、歩かないのが良くないんだよ、食って。行くよ、ほら着替えな。これ片して。歩きたくない。いや電車乗って行くよ。いやもう時間ないから。持ちつ持たれつ。妙、エビミちゃんね、昔からね、すごいピュアな子でね、のんちゃんと大喧嘩した時もね、泣きながら電話かけてきて、のんちゃんと仲直りしないとダメだよって。そう、すごいピュアな子なの。エビミちゃんは。和道さん、のんちゃんにあんなこと言ったらダメだよって。そう、引退するって言った時も、なんか、和道さん、そんなことリスナーさんに言っちゃダメだよっつって。ピュアミンなんだよ、ピュアミン。そう、エビミめっちゃいいやつだから。あれでもあれだよな、あの悪い男に引っかかるタイプだよな、あれ。絶対そうだよね、あれね。ピュアすぎてね、あの悪い男に引っかかるタイプだよ。なぜかチーズケーキを持ってこさせて謎のディスっていうね。つって、あいつは騙されるタイプだっつって。そういうとこだよね、俺らがクズクズたるゆえんなのは。リスナーさんにチーズ、まあリスナーさんつうか配信者にチーズケーキを持ってこさせ、なぜか謎のディスっていうね。カオスはもともと薬漬けだから。あ、カオスがエビミを薬漬け。エビミのリスナーがそんなことさせないでしょ。許さねえよってなるでしょ。カオスはね、あの、そういうことしないよ。カオスはそういうことしない。じゃあ皆さんお疲れ様でした。僕はですね、今から、あの、お出かけしてきます、のんちゃんと。エビミありがとうね。美味しかったです。美味しかったです。すいません、40分も電車移動、あの、新幹線の時間があるのに。それじゃあ皆さん、お疲れ様でーす。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。